ペテロの手紙の聖書公開第13回目になります。ペテロの第一の手紙の4章の1節から6節まで最初にお読みいたします。キリストは肉に苦しみをお受けになったのですから、あなた方も同じ心構えで武装しなさい。肉に苦しみを受けた者は罪との関わりを絶った者なのです。それはもはや人間の欲望にではなく、神の御心に従って肉における残りの生涯を生きるようになるためです。かつてあなた方は異邦人が好むようなことを行い、公職、情欲、泥酔、酒宴、暴飲、律法で禁じられている偶像礼拝などにふけていたのですが、もうそれで十分です。あの者たちはもはやあなた方がそのようなひどい乱行に加わらなくなったので不審に思いそしるのです。彼らは生きているものと死んだものとを裁こうとしておられる方に申し開きをしなければなりません。死んだものにも福音が告げ知らされたのは、彼らが人間の見方からすれば肉において裁かれて死んだようでも、神との関係で霊において生きるようになるためなのです。アーメン。お祈りします。神様、今日もペテロの手紙を通して教えてください。私たちのこの肉と霊を、かつては肉の人でありましたけれども、あなたがあがなってくださり、霊の命を、あなたの命をいただきました。しかしなおなおしよ、そこに戦いの中でいつもいつも苦しんでおります。私たちがそのことを理解し、本当にこの心構えを、イエス様が歩まれたその心構えを私たちも持つことができますように、今日導いてください。イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。今日はキリストの愛で武装せよとします。キリストの愛で武装しなさい。一節のあなた方も同じ心構えで武装しなさいというところから取りました。前回は善に熱心であれと、このペテロの勧めを受け取りました。キリスト、神に対して熱心である。そうするならば、この悪魔は手を出すことができません。肉体を殺しても魂を殺すことのできないようなものども恐れるなと言われました。なぜならばキリストはですね、昇天したんですね。この昇天っていうことは、諸々の権力とか世っていうものに打ち勝ったってことでした。私たちは罪あがなわれて神の子となりました。しかし世はまだサタンも存在しますし、世の権力もありますね。しかしイエス・キリストは昇天したってことは、それに勝利したってことでしたから、私たちもできるってことなんですね。キリストと共に昇天、キリストの昇天は、また私たちが世の権力やサタンの力に打ち勝つことができるってことでした。十字架は罪に対する勝利でした。復活は死に対する勝利でした。そして昇天っていうのは、これはサタンやそれから諸々のこの権力に対するところの勝利でありました。私たちもキリストのものとなってますから、勝利できるはずです。今日のところに入っていきます。キリストは肉に苦しみをお受けになったのですから、あなた方も同じ心構えで武装しなさいとあります。同じ心構えで武装する。心構えっていうのは、覚悟とか決心っていうことになると思います。では何の心構えを持つ必要があるのか、それは2節にはっきりと書いております。それはもはや人間の欲望にではなく、神の御心に従って肉における残りの生涯を生きるということを、これを心構え、決心しなさい。人の欲望によってではなくして、神の御心に自分は従ってこれから生きるんだという決意をしなさい。これを心構えをしなさいということなんです。しかし心構え、これ難しいんですね。
新年にあたり今年のご抱負をなんていうのも心構えだと思いますし、入学した時の決意を忘れないでなんてですね、これも心構えでありますし、結婚した時のあの心構え、あるいは今年は聖書を通読するぞと心に決めた心構え、毎日祈るんだという心構え、決意、朝早く起きろうと起きて祈ろうとするこの心構え、決意、そして私たちは心構えというものの結論を知ってますね、皆さん。それはダメだっていうことですね。全然心構えが実行されてないっていうこの結論をしております。心構え、決意、覚悟ほど当てにならないものはないんですね。私たちはクリスチャンになった時に心構えをしたはずです。私はいつも洗礼式の時にいくつかのことを質問します。第一番目、聖書を神の言葉と信じますか。第二番目にですね、それは十字架と復活のことをあなたは信じますかって言ってですね、三番目に、主は王の主の主となられました、これからあなたはこのイエス・キリストに従って歩むことを決意しますかと聞きます。みんなはいと答えました。みんなはいと答えたんですね。答えなかった人は病床で洗礼を受けてもどうしようもならない状況の人たちにはそうは質問しなかったからですね、答えなかったんですけれども、みんなはいと言いましたけれども、本当にこの心構え、イエス・キリストを第一番目としてイエス・キリストに従っていくってこの決意をした、これをどれだけの人がずっと守り続けていることができるんだろうか、できているんだろうか。すなわち肉に生きるのではなくして霊によって生きるっていうこの一言で言うなら、この心構え、この決意、これをしなさいと言うんですね。さて、どうして私たちはこれができないんでしょうか。それはこういったことなんです。建前くんと本音くんがいたそうです。建前くんと本音くんが、そして2人乗りの自転車ありますよね。前のはハンドルがついてまり、後ろにもハンドルあるけど、あれはただ手をつかまるだけです。そして2人でペダルを漕ぐんですけれども、2人で話し合ったんで、さあこれからあの高い山に2人だったら力を注げばね、これを登ることができるから、さあ2人であの頂上を目指して、さあ一生懸命漕ぎましょうと言って、そして自転車でスタートしたんです。もうきつくってきつくってですね、特に前に漕いでるとこの立山くんは頑張って頑張って汗水慣らして流して流して、そしてやっと2人でですね頂上に到達したそうです。そして前にいる立山くんが後ろの本音くんに言ったんですね。いやー大変だったね、でも2人で力を合わせてね、よくここまで頑張ってこれたねって言ったら、本音くんが、そうだろう、僕は後ろに下がるのが恐ろしくてブレーキをかけていたんだよと言ったそうです。どうでしょうか、これ笑い話にはならないですね。実は私たちの信仰というのはそういうふうになんです。イエス様を信じたことは確かに聖霊によって、私は神をイエスを主と信じたから、それは間違いない事実であって、命は確実に持ってるんです。しかしそれはいつの間にか建前とするんです。建前だから建前くんは前に行ってるんですね。一生懸命、私はこの聖書の言葉に従って毎日祈るんだ、聖書を読むんだ、あれをするんだ、こうするんだ、クリスチャンとして立派に生きるんだといつでも思ってるんです。しかし本音くっていうのはこれは肉なんですよね。まだ本音くんが残ってるんですよ。そして本音くんがブレーキをかけてるんです。でも本音くんは一応建前くんをですね優先しなきゃいけないから、一応は従っているんだけれども、いつってもブレーキはかけている、そういったふうになってしまっているっていう、これが私たちの信仰生活だから、ここにおいてうまくいかないんですよ。イエス・キリストを主としてまっすぐ行けなく
なってしまうんです。こういったことが起こるものなんです。覚悟、決意、決心、これは建前になってしまう。そして本音になってない。本音は古い自分、これが残ってて、それを生きたいっていうのが、そうなんです。建前くん、新しい命は後で入ってきてしまったんですね。親から引き継いだ本音、ずっと自分自身っていうのは罪人なんです。そこにこの戦いが起こりますね。昔この長谷川さんっていう人が、おばあさんがと高齢の方がおりました。すごい画家さんでですね、厚労省、文化厚労省を受けてくださいと言われた時に、彼女はいや自分はそれを受けると傲慢になってダメになるからって言ってですね、この拒否した方がいたんですね。文化勲章を拒否した人はいたそうですけど、文化厚労省を拒否した人は初めてだって言われたそうですね。まあその人はですね、とてもこう自分の決意したことをやっていく人だったんです。そして1年間の聖書通読っていうのをですね、決意したんですね。ところがこれはできなかったんだそうです。そうしてある時に、やっぱり神様に従って生きなきゃいけないからと言って、この何をしたかっていうとですね、彼女は朝ごはんを抜くってことをしたそうです。神様に従うためには、自分に今できることは朝ごはんを抜いて、その時間を聖書の言葉を食べるっていうことに実行したんですよ。そうしたらですね、そこから自分自身は変わったっていうんです。そして体の調子も良くなったんですって。1日2食にしたらですね、とっても体の調子も良くなってってことを言ったことがありました。建前と本音、ここにはどうして私たちはこの決意ができないかというと、建前を本音にするためには苦しみっていうのがここに必ず出てくるからなんですよね。苦しみが出てくる、それは今までの本音の部分を捨て去っていかなきゃいけない。我々の戦いは血肉の戦いではなくて、この世の諸々の悪の霊を相手にするのであると、エペスビテの手紙書かれてあります。悪魔とかこの世っていうのはですね、これは私たちが普通に生きている時には全くその抵抗なんかしないんです。要するに、よく言われるんですけれども、重力に例えられるんです。悪魔だとかこの世の力とか肉っていうのはですね、重力で、だから普通歩いてる分にはですね、これいいんですよ。むしろみんなと同じような生き方でしょ。だから抵抗もないですね。しかし上に上がろうとした時に、初めてこの重力っていうものが邪魔して、自分自身が上がれないんだっていうことを気がつく。上に上がろうとしなければ全く関係なく生きていける。しかし上に上がろうとする時にこれが出てくるんです。先ほどの自転車漕ぎにするならばですね、建前くんと本音くんが平面の平らなところを2人で自転車で漕いでいる時には何の抵抗もないんです。建前くんにとっても本音くんにとってもですね、いいんですこれで。だからこのブレーキかける必要もないんですよね。しかしいざ上に行くっていう、神様の御心のところに行く、主の中に入っていくっていう、上に登ろうとするときに、建前くんは一生やるんですけれども、本音くんはブレーキかけをやるんです。そして大方の場合、本音くんの方が勝ってしまうという現象が起こります。建前を建前のままにしているならば苦しみがないんです。しかしその建前のところを本音くんと一体となっていくとなると、本音くんが建前に従うとなると、ここにおいて抵抗が出てくる、苦しみが出てくる。デートリヒ・ボンフェッファーっていう人の
主に従うっていう言葉、私いつも結構引用するんですけれども、これは私にとってはですね、何度も何度も読んだ本で、特にあそこの「主に従う」っていう項目のところはですね、とても何度も読ませていただきました。その中において、高価な恵み、安価な恵み、安っぽい恵み、高い恵みっていうですね、高価な恵み、安価な恵みっていう、その章があるんです。彼は20何歳でも教、20前半の方で教授になった、とても素晴らしい神学者であると同時に、それを実践した人なんですね。頭で生きたんじゃなくて実践した人なんです。その頃ヒトラーが出てきてですね、ユダヤ人たちを、あるいはこの迫害、いろんなことをもう本当によくやり始めたんです。そしてドイツ教会もそれに迎合してきましたね。その前に彼はですね、ドイツから逃れてイギリスでも2年間ぐらい生活していくんです。で、どういうふうにして主に従うかということを真剣に考えました。やがて彼はドイツに戻ってきてですね、このヒトラーを殺す暗殺団を作るんですよ。これクリスチャンに許されることでしょうか。彼はその時に自分の地獄と人々の救いを取り替える決意したんです。自分の地獄と人々の救いを取り替える。だから自分はヒトラーを殺して地獄に行く、これでいいっていうことまで決意したんですね。でもその間に捕まってしまって、だから情報部員の中に入っていくんですよ、軍隊の中に。そこまでしていくんです。でも捕まって、ある人が捕まって芋づる式に捕まって、彼は終戦になる2週間前に絞首刑で殺されていってしまいました。その安価な恵みっていうのはどういったことかって言いますと、教理として、原則として、体系としての恵みって言っております。教理として、原則として、体系としての恵み、要するに一般的な真理としての恵みっていうようなことです。イエスがあなたのために十字架にかかられた、だから私は罪人と何ら関わりなく、罪とか世に恐れることはないと言ってしまう。これは体系であり、そしてこの何ていうか教理ですよね。イエス・キリストが私のため十字架にかかって私を罪から解放してくださったっていうこと、教理、それを受け取る、これは安価な恵みになってしまうんですね。では高価な恵みっていう何かっていうと、イエス様が人となった、そして人となるイエスが十字架で死なれたっていう、この犠牲、ここのところを抜いてしまうってことです。神だから私たちを救うためにそういうふうにするのは当然じゃないか、安価な恵みになってしまう。何よりも高価な恵みっていうのは、言うならば安価な恵みっていうのはキリストの十字架のみ、高価な恵みっていうのはキリストの十字架に対して、己が十字架なんです。自分がそれに対して応えていくっていうこと、これがあるのが高価な恵みで、自分の十字架を負うっていうことを抜きにしてしまうのが安価な恵み、まあ一言言うならばそういうふうになっていくんです。応えていく、応えないっていうのは神であれば当然だ、そのために神がいるのだから苦しんで当然、私のためにっていう、これが安価な恵みになる。高価な恵みっていうのは応えていくんです、その十字架に。それほどまで私を愛してくださった方を、次に私は悲しませることはできない、彼の嫌うことはできないと決意していくこと、それが今のところの4章の1節2節なんです。キリストは肉に苦しみをお受けになったのですから、あなた方も同じ心構えで武装しなさい。読み方を変えるならば、キリストはあなた方のために苦しんだんだから、あなたも同じように主に応えていきなさいってことになります。キ
キリストが下した恵みは本当に高価である。愛の大きさ、それは苦しみの大きさ、その神の愛を思う、しっかりと受け取るときに人間の欲望で生きてはならないということがわかる。あなた方も同じく武装しなさい。肉に苦しみを受けたものは罪との関わりを絶ったものです。それはもはや人間の欲望にではなく、神の御心に従って肉に生きる残りの生涯を生きる、残りの生涯を生きるようになるためです。本当にこのキリストの恵みが高価であるっていうことが分かるものに比例して、私たちは肉で生きるっていうことはやめよう、本当にキリストと共に生きていこう、自分自身の肉が死んでも、自分自身がそのために苦しんだとしてもいいやっていうですね、これが同じ心構え、決意ってことになります。ただしこの注意してほしいことは、肉に苦しみを受けたものはっていう言葉を、これを間違って取ってはいけないっていうことです。まあ立法的にっていうんでしょうかね。この肉に苦しみを受けたものは罪との関わりを絶った。これは何も水乞いをしたりですね、竹浴びをしたり、日渡りをしたりとか、難行苦行したりとか、まあイスラム教ではですね、ラマダンってありますね、断食の日なんですけれども、日が昇ってから日が沈むまではご飯食べてはいけないんですね。ですからみんな食べないんです。じゃあ食べないで生きてられるかっていうと、日が沈んだらいくら食べてもいいんですね。ですから本当に大変なんです。従業員の人全然働かなくなるんですよ。ラマダーンって言えばですね、もう全部ごめん、この免罪符ですね。そうして夕方から騒ぎ出し、夜遅くまでいるからですね、またなおさらこの働かなくなっていく。そうしてシーア派はもっと過激です。この自分たちのマホメトから分かれて明日ですね、この自分たちのさらに2番目の教祖みたいのがですね、苦しみを受けた日をこの鉄の鎖を持って自分の背中を叩きながら街を練り歩くんですね。そういった苦行を受けるっていう方、それによってこの罪から解放されるっていうなことを問うていくんですけども、そんなことを言ってるんではありません。肉による苦しみっていうのは、かつて異邦人の好むようなことを行い、公職偶像、公職情欲泥酔主演、この偶像礼拝、これにふけていたと言います。要するにこの気ままなわがままですね、神を神として尊ばず従わず、神が定めてくださった生活の定めを無視している、肉に苦しみ、この何の苦しみかっていうならば、それは四式のですの中に結論を書いてますけれども、その頃イスラエルには王がなく、それぞれが自分の目に正しいとすることを行っていたっていう、この気ままに生きていく、そのこととの戦いの苦しみのことです。肉における苦しみっていうのは、自分の体をむち打つっていうんじゃなくて、本当に今で気ままにですね、この世を当たり前のように、公職が当たり前、偶像礼拝が当たり前、暴飲暴食っていうよりもですね、この自分のしたいことをするっていうことが当たり前、それとに戦った苦しみのことを言ってるんです。ですから肉と戦った苦しみのこと、この苦しみでありますからですね、これ戦わないと罪との関わりを断つことはできないとなります。だからといって立法主義になれって言うんじゃないんですよ。だから私に対して何をしなさいというかというと、キリストの恵み、キリストが備えてくれた恵みっていうものにいよいよ目を注いで、それを受け取っていくっていうこと。肉に苦しみを受けたもの、罪に対する戦いのことです。
ヘブル人への手紙の12章にも書いてますね。あなた方は罪と戦って血を流すほどのことをしたことがないっていうあのこと、これが肉による苦しみ、これはとても大切なことであって、クリスチャンたちはこれがなかなか認めようとしないんです。だから建前君としては前に出て行って自転車を漕いで行くけれども、本音君がいつでもこのブレーキをかけるのはこの苦しみを避けたいからなんです。どうかこの恵みっていうのを私はもともと知っていく必要があります。キリストが苦しまれた、あなたを愛した、犠牲を買って出てくれた、そこにいつでも私たちは根を張って生きていきたいと思います。そうしたならばですね、いい加減な行動はできなくなってくるんです。これをしっかりとこの同じ心構えで武装しなさいっていうのは、その決意を持つことが私たちが武装することなんだっていうこと、まあエペソの手紙の中にはもろも戦いの時のですね、武装を持たなきゃならないことがありますけれども、そこところとこの似てくると思います。そして私たちがそのようにして生きると、人々はどんなふうになるかっていうと、4章の4節をご覧ください。あの者たちはもはやあなた方がそのようなひどい乱行に加わらなくなったので不審に思いそしるのである、っていうこの不審に思いっていうのがある仲介書にこういうふうに書いていました。それは外国人っていう言葉から作られたんだそうです。外国人、要するにこの外国人っていうのはですね、自分と違うわけですよね。肌の色から髪の色から目の色から違って、体のつきもちょっと違うし、そしてまた考え方とかいろんなことも違うわけでしょ。だからこれは異邦人のように思う、偶像礼拝し、そして情欲泥酔酒宴って母音っていう、そういったようなことをしている人たちから見ると、神様に本当に従っていこうとする人たちはこれは異邦人に見えるんだと、異国人に見えるんだ、これが不信にっていう言葉なんだそうです。果たして私たちはですね、皆さんから、この世の人たちから仲間のように見られてるでしょうか、それともこのエイリアンのようにですね、この見られているでしょうか。私たちは本当にエイリアンのように、外国から来たですね、この宇宙から来たような人に見られたら、これは幸いだと思いますね。私たちはこの、またこのその後こう書いてます。6節に死んだ者にも福音、ごめんなさい、5節に彼らは生きている者と死んだ者と裁こうとしておられる方に申し開きをしなければなりません。私たちは必ず裁き、要するに判断される時がやってまいります。その時に申し開きをしなければなりません。恵みを受けた、これでいいんでしょうか。そこには責任というものがやはり求められてもいいんですよね。この人にはこの1000円あげたとする、こっちの人には1000円この預けたとする、こっちの人には100万円預けたとする、やっぱりそれは同じ評価ではないですね。その人がどのようにそれを使うかってことは、100万円預けた人にはそれなりの責任っていうものがですね、当然求められて当然のことです。ぜひ私たちはこの地上で多くの実を結びたいと思います。そして今日のメッセージのところ、もし一言で結論を言うとするならば、キリストが私のために苦しまれたという受けた神の愛の大きさで
自分自身を武装しなさい。受けた愛の大きさで自分自身を武装しなさいとペテロは言っております。お祈りします。天の神様、今日もあなたの御言葉の時を心から感謝いたします。同じ心構えでイエス様が私たちに模範を示してくださいました。イエス様がその苦しみを、父なる神様の御心を受け取って、それを実際に行ってきたゆえに、私たちは今ここで命を受け取り、生きることができることを心から感謝いたします。この大きな大きな恵みを建前に終わることがありませんように、建前と本音を一つにして私たちは生きることができますように、福音に私たちの肉を従わせて生きることができますように、神様の受けた大きな大きな愛で日頃いつもいつも自分自身を武装してこの世を戦っていくことができますように、尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。